どうも安田です。今回は4万再生の10分で和室モデリングで孫ついていた部分をカットして見やすくリメイクしました。ノーカット版に興味があれば概要欄のリンクから参照ください。では本編のリメイク版スタートです。スケッチアップはスナップをうまく使うのが時短の鍵です。長方形で 3600×3600 床、押し出して 2400 の壁の高さ、8畳で高さ普通の部屋です。正面、右側面を選択消去。室内を見やすくするため全て選択して面の反転。床を選択、等間隔複製します。一番右は、窓プラグインで天井の格子を作成します。天井ができました。選択してグループ化します。次、2番目は床のモデルを作成する部分です。畳は 1800×900 で作成。へりの部分に関しては100で長辺をコピー移動する。コピー移動するとできます。畳ができたら上面図に切り替えましょう。畳部分を選択してグループ化、コピー、移動、そして回転をします。半分の4枚ができました。選択移動、上下反転、左右反転配置したら畳床の完成です。完成後、天井同様選択しグループ化します。最初の床は消して、壁を見せるような形にして、半分、左の襖を作成します。床同様最後に反転を利用するので半分だけにして、100外に縦線を複製し、内側に関しては50中内側に縦線を複製します。完成後天井同様選択しグループ化、中央にラインを複製し、50左に、ラインを複製します。さらに上にコピー移動させ、高さ180の部分が襖で、まあ上は上の部分として、木枠のラインも作成します。襖のベースができたので選択しグループ化します。複製移動、襖全体を選択しコピー移動、片方が障子で、複製された方が、襖になるような形ですね。面が外向きなので、反転します。まあ、描いた線が外を向いちゃって中側に出てこないと、作りにくいということで、まあ、中央のいらないところを消したら、奥の面の木枠を作ります。同じ高さを結んで、同じ高さの、一番上と高いところを結び、中央に線を引きます。ラインの複製で枠の作成。適当な高さに、棚のラインを
設置します。まあ、辺のコピーから作っていく形ですね。底辺のラインのコピーからその部分も作成。棚の部分も同様にコピーから作成します。棚の一部の高さを上げてデザインに変化をいたします。まあ後で押し出すので棚っぽくなりますが、今は平面で作成しますね。上の棚と下の棚のラインになる部分をコピー移動してそこから4等分させます。内側を一度オフセットで作成し、ツールをそのままダブルクリックで一気に、棚枠が複数できていきます。今は襖部分の枠を作成しました。ここから取っ手を作ります。だいたい高さは襖の中央、右端あたりに円ツールで取っ手を作ります。取っ手の厚みに関してはオフセットですね。その後押し出しをします。できた襖を移動し反転させます。今度は上下の棚部分にも取っ手を作っていく形になります。先ほどと同様にオフセットを使って枠を作るという形で、出来上がったら上に移動コピーさせ、上と下でコピーして移動、そして反転、反転せずに使ったり反転して使ったりなど、コピー移動と反転を駆使し残りも作成していきます。一つの棚の奥行きを押し出したらダブルクリックで他も適用していきます。棚と同様少しデザインを工夫して、床の間の方も、デザインを詰めていく形になりますね。床の間の部分の奥方向の部分に関しても、既にあるデザインから、延長したり木の枠を作っていったりなど細かい部分を、作っていってる段階です。下に棚の部分を残して床の間は、床を上げると。で、中間部分の壁を少し押し出してやると。障子の仕上げに入ります。最初、天井を使った時と同様、窓プラグインで縦横の、枚数を入力し、障子を作成します。奥に関しても同様に障子を作成します。これでほぼ出来上がりですね。最後に最初作成した床と天井をスナップで合わせます。これにて完成です。 3D なので構図は自由自在に、することもできますし、木枠の厚み、アイテムの追加でよりモデルは良くなっていくかとは思います。10分でベースができれば十分早いかと思いますので、まあ、できた余裕でアイテムを増やしたり、
一応作った素材を登録しておくと、次回作るときはそこから呼び出してドラッグするだけなので、より早く作成することが可能になります。最後までご視聴ありがとうございました。